エジプト民族。エジプト民族とは、現在のエジプトの主流派を占める民族である。古代エジプト人と主に、アラブ民族の流入を経て形成された民族である。ギリシャ民族系やトルコ民族系のエジプト人も、認められる。エジプト民族は6000年にも及ぶ歴史を誇っている。エジプト文明は、ナイルの恵みを受けて発展し、強大な王権が形成された。 ピラミッド、スフィンクス、ヒエログリフなどの文化遺産は、この時期に形成されたものである。紀元前千年頃からは、王権が衰退し、エジプトアッシリアなどの移民族の侵略と支配を経験することとなった。アッシリアの統治の後に一時的に独立を回復するが、ペルシア王カンビュセスの軍勢の前に敗北し、再びその俗領となる。 アレクサンドロス大王の遠征によりマケドニア系、プトレマイオス王朝が成立した。プトレマイオス朝の君主たちは、エジプト古来の文化、修族を維持し、支配層のギリシャ文化とは、隔たりがあった。この時代には、アレキサンドリアに大図書館が建設され、学問の地として、以前と変わらず繁栄した。その後エジプトは、オクタビアヌスの征服により、 ローマ帝国の属州となり、ラテン化が進められた。しかし、エジプトでのラテン化は限定的なものに終わった。やがて、ローマ帝国が分裂し、東ローマ帝国が成立すると、ギリシャ文化、ギリシャ語が支配層の文化となった。現在まで続く中世エジプト語であるコプト語は、東ローマ帝国統治時代に形成された。7世紀には、 イスラム帝国の征服を受け、以後、ウマイヤ・アッパース・ファティーマ・アイユーブ・マムルークと、イスラム王朝がエジプトを統治する。エジプト民族に、アラブ民族やトルコ民族の地が流入し、言語的には、アラビア語への移行が進んでいった。16世紀には、オスマン帝国に征服された。18世紀末に、フランスのナポレオンの遠征により、オスマン帝国の支配が動揺すると、 それをついて、アルバニア人のムハンマド・アリーが政権を握り、オスマン帝国への形式的服属を続けつつ、近代化進めた。しかし、イギリスの政治工作と軍事力の前に敗れ、19世紀末には、エジプトは、イギリスの保護国、実質的な植民地となった。第一次世界大戦後の1922年に、エジプトは独立したが、その後も、イギリスの影響力は残存した。 第二次大戦後には、イギリスの影響力の残存やパレスチナにおけるイスラエルとの戦争の敗北などにより、反政府組織が活発化し、ついには1952年、自由商工団によるエジプト革命が勃発して、ムハンマーリー朝は崩壊した。1953年に共和制へと移行し、エジプト共和国が成立した。 アンワルアイコールサーダーとの後ホスニームバーラクが大統領として長期政権を担ったものの国民の独裁への反発による抗議運動の激化で2011年2月に辞任し混乱が続いている。エジプト民族の本来の母語はエジプト語である。エジプト語は古代エジプトのヒエログリフに遡る歴史の長い言語であり、現在でもコープト語として存続している。 しかし現在エジプト人の中でエジプト語を使える人間は少なく、ボゴア社はナイル川デルタ南部の隔絶した村落に数えるほどしか残っていない。これは7世紀のイスラムのエジプト征服に由来する。11世紀までには北エジプトで14世紀までには南エジプトで一般人の日常言語がアラビア語へと切り替わり、17世紀までにはキリスト教徒も含めて ほとんどのエジプト人がアラビア語を使用するようになった。現在のエジプトの公用語はアラビア語のフスハーであり、日常語はエジプトアラビア語である。このため本来はエジプト民族はアラブ民族ではないが、ムスリムの間では自らをアラブ人とする意識が支配的である。アラブ人征服者は中東各地の土着の農民をフェラヒン、単数形、 ファラ、複数形、フェラヒーン、フェラヒーン、と呼んだが、現在のエジプトでも農民は、フェラヒーンと呼ばれる。その多くは、イスラム教とアラビア語を授業した、非征服者のエジプト民族であり、少数派である、アラブ人、トルコ人や、都市のユダヤ人、アルメニア人らとほとんど通婚することなく、農村社会で暮らし来た。20世紀後半の都市への人口流入。 都市の拡大といった急速な都市化により、19世紀末には大半が農村人口であったエジプトは、20世紀末には人口の半分が都市に住むようになった。この流れで、フェラヒンも多数が都市に住むようになっている。エジプト人の本来の宗教は古代エジプト神話に遡る多神教であったが、ローマ帝国統治時代の後期から、キリスト教、 今日のコプト教会が普及し、東ローマ帝国統治時代には、キリスト教への改修進んだ。その後エジプトは、キリスト教社会として発展するが、7世紀にイスラムの征服を受けた。長い年月の間に、イスラム教への改修者が増加し、現在エジプト民族の90%がスンナ派、ムである。キリスト教徒は10%未満であり、 エジプト本来の多神教は一部の習俗に名残を止めただけで断絶した。エジプト民族は長い歴史を誇るため、その文化遺産も極めて多様である。古代エジプト時代のピラミッドやスフィンクス、ヒエログリフなどはエジプト民族を象徴するものとみなされ、外国人がエジプトに対してイメージするのもこれらの文化遺産である。古代エジプト文化はエジプト民族の文化の基盤であり、 現在でも、土着の修俗や祭典、そして現代のエジプトアラビア語などに痕跡を留めている。エジプトはまた、ヘレニズム東ローマ帝国におけるエジプト文化でも知られている。アレキサンドリアの遺跡はこの都市が当時世界有数の規模を誇っていたことを物語っている。近世、近代エジプトにおける最も重要な文化基盤はムスリムによってもたらされた。 アラブイスラーム文化である。生息アラビア語は現代のエジプトの公用語であり、また民衆語はエジプトアラビア語である。イスラム教徒によって建てられた数々の壮麗なモスクは、現在でも市民共同体の結束の場であり、宗教儀礼の行われる場所である。 エジプト人の Y 染色体ハプログループは、ネグロイド系のハプログループ E1 ビット1が31から53.5%見られる。その他には、コーカソイド系ハプログループ R1 ビット、ハプログループ J 等、コーカソイドとされることが多いエジプト人であるが、遺伝的には、コーカソイドとネグロイドの根欠人種であると考えられる。なお、ファラオ時代のエジプト人は、壁画などから見るに、 寝黒いのが中心だったようである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。